おはようございます。はい。はい、水瀬美香です。なんか嵐&水瀬美香です。はい。はい、たまたま別アミーゴの別の収録で来ていた。はい。はい、アミーゴ。嵐さんことアミーゴ。アミーゴ嵐。はい。隣で頑張ってます。はい、頑張ってます。はい。じゃあちょっと前半戦のちょっと状況とか教えてください。投資が6000円で、はい、まあ、400、500倍くらいあるかなって感じで、はい、設定は分からないのでこのまま続けると、はい、いう感じですか。ですか、ですか。あのね、本当商いがあんまないん で、なるべくこれが高設定であってほしいなっていう気持ちはあるんですけど、はい、なんとも言えないですね。まあ一応前半で単独紫7っぽいのを1回確認できたっていう感じですね。チャンスゾーンもまあまあ入ったと。まあまあそうですね、はい。まあちょっと前半ワルプル引いたね。後半もぜひ。そうですね、あのちゃんとしたワルプル、ちゃんとしたワルプル、ね、300ゲーム以上乗るやつ、あ、乗るやつとかね。そう、裏ボーナスとかね、そうっすね、裏マイカとかそういうの見せてください。はい、はい、頑張ります。後半スタートします。アミーゴが通常ラッシュ引いたかと思って2人で興奮してたから、ね、あ、なるほど。あ、3連射ひどい。隣のアミーゴ、あーひどいひどい、かわいそう。いくら使ってんだろう。また今1枚でしたよ。あ、やっときょっちり引いたよ。朝1以来だよ、はい、もう2時だよ。さあ、定格でしょうね。これ当たってるでしょ。当たってますね、きょっちりのドイツ。やっぱそうっすね、これが止まったって。ただのボーナス確定。いい音するけど、やっぱそれだ。ああ、150。アミーゴもそろそろ ART 入ってほしいよね。こんなにボーナスばっかり連チャンス。そんなにびっくりしなくても。でかくない。でかいです、でかいけど。びっくりした、今アミーゴの台しか見てなかったから。すごい、すごいリアクションでしたけど。いや、でかっ。あ、マイカらしい。びっくりした。隣のアミーゴはね、ボーナスフラグをなんとか引かないと。頑張ってます。マイケン、マイケン。あ、資格出た。高設定したの。え、なんだって、うん、君にはその資格、もう一回押したら出てくる。はあ、そんなこと言ってた。君にはその資格がある。設定一輪だと 1.5%、設定3で 5%、設定4で 6.25、設定5で 7.81、設定6で 10%。 結構でかい差だな。結構でかいですよ。 1. 何パーは引ける気しないじゃん。一輪はちょっと否定気にって言っても、まあまあ、まあなかなか引かないと思うけど、なかなか引かないと思うけど、5回しかボーナス引いてないのに。お、強めの煽り。チャンス。じゃあついに 25% 引けたのかな。開始けど 25% だっけ。天国か。あ、じゃあ頑張って、頑張るよ。え、さやかちゃん頑張れなかったの。あー、
ネリラスト0ゲームですよ。そう、ほんとだ、もうこっちばっか見てた、ずっと10か。あー、ボーナス。お、どうだどうだどうだ、あった、うまい。キャラで任せられた。40歳になってお、全部当たり、チャンスで弱地。え、このデメ何、ボーナス払い出しがない。あー、単独、ね、単独多分当たってる。僕は言っても全然信用してくれないですから、はい、アミーゴのことを。リプレイ、金、金扉がします。これでまた紫だったりしたら、おー、あるんじゃないですかこれ。あるかな。今度から毎回アミーゴ呼んでアミーゴの隣に座りましょうか。取ってそれかもしれない。はい、111ゲーム単独紫、はい、ちょっと画面強くなってきましたね。マジで視覚ボイスも出てきたし、全然さ、ね、何も期待もせずに。そうですね、打つ台ないからもういいや隣でってぐらいだったもんね。どんな未来が来るのか楽しみだね。は？なんだって、なんとか楽しみだね。未来って言った？もう一回押したら食えねえんだよ。どんな未来が来るのか。ああ、未来だ。ああ、これ2番目にいい。そうなの、設定したの。これマジで入ってんのかな。いや、これあると思います、多分。あると思います。スタップ細胞じゃないけど、あるとは思います。
37ゲーム、うまい、うまいね。さあ ART、駆け抜けないようにしないとな。そうですね。うわ。何もないよ。見て。何これ。あ。こんなのあるの。いや、いいっすから、そう、エロいとか、そういうのでしょ、二人で共同作業、共同作業、はい、入りましたよ、はい、あ、ちゃんとクッション押してね、あ、もう、あ、どう、あ、白ね、白、白、白、あれ、あ、長い、おー、おー、いいっすよ、いきなり、あ、どうもどうも。さあ、これで回避、回避できました、はい、スカイマーマスラーが変化と、お、よし、あ、マドカマスやん、マドカー、あ、強いよ、 100だよ、取れば、そう、おおいいね、うまいじゃないですか、やった、これは、いや、もうダメですよ、回避しないと、あ、まあまあ、でも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 、でもこの短いゲーム数でこんだけ乗りましたから、はい、やった、さっきとあんま変わんないもんね、悪くるとですね、いや、まあぶっちゃけね、ぶっちゃけ、うん、音でかっ、あ、これがあるからな、ベルサイクだな、この音楽さ、あ、通じないか、あの三沢の入場曲みたいな、いや、ちょっと僕分かんないです、分かんないですか、いや、だってあんまり聞こえなくて、なんかその部分だけ聞こえてるのかもしれない、なんかそう聞こえるときに、ちょっと YouTube で調べてみよう、三沢の入場曲スパルタン X って曲ですけど、スパルタン X ってあのスパルタン X、言わんとしてることは分かります、本当よかった、伝わってあ、ラッキーチェンの映画だよね、え、そうだっけ、あ、サモハンキンポー監督のどこで出てるんですか、サモハンキンポー思い出したっサモハンキンポー監督の、あ、タッチして、熱いんじゃないの、キョウチェリーかな、あ、キョウチェリーだ、おう、やった、いいよ、ボーナス当たってんじゃない、これ、あ、当たってそう、当たってる、ってる、はい、お上手、38、いいですよ、いいですね、まさかこんな感じになると思わなかったこんないい展開になると思わなかったですね、私はそうなんじゃない、あ、10秒チャレンジ、10秒チャレンジ出てこい、頑張れサモンハン、サモンハンサモンハンサモンハン頑張れ、めちゃめちゃこれ見たら怒るよサモンハンとかだって頑張れ、10秒チャレンジ出てこい、あ、サモンハンサモンハンサモハンじゃないから、そこに入りすぎた、サモハンがもう積もりすぎちゃった、サモハンが積もりすぎました、いや、もう積もりなくてない、顔はあんま覚えてないんだけど、体型髪型
たいな髪の毛じゃなかったっけ、サモハンって。そうですね、こんな。ちょっと画像検索してみましょうかね。ちょっと本当やばいから。ちょっとミス。ちょっとミス。大丈夫ですか。そこに入りそうだけど。そうです。似てはいないけどね。似てはいないけど、めっちゃツボ入ってるんですよ。アラさんがなんだなんだっつって聞いてちゃうんですよ。いや誰がサマーオンキッポやねん。頑張ったけどな、ロックツーツー。そうですね。間に合ってないからあーってバカー終わったよ。おーおーサーモハー私は終わりましたよ。はい、はい。ああ。どれどれ。弱点も抽選してんの、ね、抽選はしてますよ。薄いですけど設定差大きいです。薄いよね、はい、当選したら小村チャンスゾーン確定です。期待度 80% きついだろうね。お、でも合格だったよ。いや、状態関係ないですから。関係ないの。小村出てくんじゃないの。弱地で当たるの。あ、マジで小村だな。うん、弱地だ。本当に。嘘ついてない。信用できないんだよね、なんか打ったことがないから、これが高設定の挙動なのか分からない。いや、てか油断してても一応80% とはいえね、何も引けないと。80% なのこれ。来たら 80% で、やべ、当選時はマギクエ必ずついてきますからね。やべやべじゃないですよ。やべ、嘘。いや、あと1ゲームしかないじゃないですか。やばくない。このハマりはここで回避しないと。あーなんか微妙なラインだな。多い。当たった当たった、よかった。セーフー。486。はい、486。いやー下皿勝ち持ってたやつが全部なくなっちゃう。でもついてくるでしょ、マギクエ。はい、マギクエがついてきます。頑張ろう、戻そう。さて、ここでやれないと。ただこれむずいよな。おれ、白白白よ白よ。あれ。
左側ナビ出たらおしまいだよね、いつも。結構つらいですね、左ナビは。頑張った方じゃない、でも15とかじゃない。いや、全然頑張った方だった。脇やめって聞こえたことなんだろう。先にやめるねって。あ、あなるほど。ああ、おっぱい揉む、うん、スイカかよ。逆にみたいな。お、はいはい、スイカだ。スイカでね、初めてスイカだ。さあ、こっから一応ワルプルのチャンスもあります。そっか、入るかもしれないんだよね、はい。まあまあまあ、濃くはないですけど、決して。便長がない。ダメかな。もしや、煽り来てないもん。あー、そっちね。あー、 おまた。いやー、お上手。2回連続で乗る、デキレースみたいな。怪しいな。その後何も演出がないからないってことだよね。いやでもでかいですよね、この合計100円。100乗ったもんね。残り126円。お、赤いスイカだよ。また乗っちゃうの。おー、すごい。どうした急に、そんな乗る。あ、来た。あるかな。さっきまで一切煽ってなかったから熱いんじゃないの。あ、ある。ワイワルプルあるか。あー、最後か。あー、花火じゃない。いかにもダメそうね。うわ、そうですね。間違えた。いやー、終わり。スイカが頑張りましたけど、うん、ボーナスも絡まなかったんであんま出なかった。戻っては来なかったわ、下から。これでチャンスゾーン引くかどうか見て、はい、やめますか。そうですね、まあ、ちょっとサモハンと飲み行こうぜって約束してますんでね。そうなんですよ、はい、アミーゴなんで、うちらアミーゴ。サモハンとアミーゴなんで。サモハンとアミーゴなんで。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしたんですか。いや、はいっていうとか急になんかテンションが上がってたから、はい、テンション上げてみようかなと。なんかいつもね、テンションが低いとかってよく言われるから。そうなの、うん、どこ見てるんですか。なんか急に眠くなってきた。なんなんすか、もう。怖っ。やばいらっすね。やばいら、やばいらと一緒に。やばい。そうですね。じゃあちょっと結果を教えてください。投資300枚、回収1083枚で、はい、プラス783枚でーす、はい、まあ、見事ですよ、はい、ね、適当に座ったのに勝ちました。適当にアミーゴの隣に座ったら勝ちましたね。でもあの台、S 的にはあるんでしょ。あると思います。まあ、視覚と未来も1回ずつ出たし、ね、弱性単独紫、単独紫が2回あったかもしれない、うん、1回目はちょっと分かんないけど2回目は確実にあった感じですね、うん、あとなんか、うん、どうなんすかね、あったんすかね。あったんじゃないですか。まあ素人ですか、僕も。パスロも素人だし、喋りも素人ですよ。です、ね、はい、多めに見てください。はい、はい。
はい、結局いつから前々回からですか、あの新しい目標に向かってるのは。そうですね、はい、ハーデスの回からですよね。ハーデスの回からですね、1回の収録で満杯、1週間で、1万いいねで、1週間で50万ビュー達成。まあちょっと今回の動画は面白かったとは思いますけど、目標を達成できたかどうかはね、まあちょっと分かんないから、ちょっと、はい、まあじゃあちょっと次回もぜひご覧になって、次回もあると思います、はい、あると思います、終わらないと思います、はい、はい、じゃあそれではあると思う状態でさよなら。あると思う状態あると思います、あると思います、次回も見てください。最強パツロ騎手王決定戦をご覧いただいている皆様、こんにちは。パツロ騎手王ライターの嵐です。この DVD はパツロライター総勢16名、一人一人がこの騎手こそはという1騎手を選んで実戦を行い、全16騎手の中から最強パツロ騎手王を決定しよう、そういった企画内容となっております。そして最強パッツロ騎手王を決めるルールは、1騎手縛り、同一騎手内での移動は可能というルールの下で1日実戦を行い、シンプルに3枚数トップの騎手を第1回最強パッツロ騎手王と銘打たせていただきます。同一騎手内で移動が可能とはいえ、1騎手全突破実戦、非常に過酷なバトル企画。パツロライターが大好きな一騎手を一日打ち倒したときに、果たしてどんな化学反応、ケミストリーが巻き起こるのか。総勢16名のライターが一押しの全16騎手、見せ場満載の珠玉のバトルをとくとご覧あれ。20周年なんだよね、確か、今までない、動画。おっ、やった。え、待って。